ティストバンクに登録させていただいております社交ダンスのペア前田沙織と前田正弘です。今日は皆さんに社交ダンスの素晴らしさを知っていただきたくて、踊らせていただきます。私たちが社交ダンスに出会ったのは、関西外国語大学の時です。入学してすぐにいろんな部活の紹介イベントがやってたんですけれども、その時に今皆さんご存知の女芸人金太郎さんがその時のペアの方と踊られていたのをたまたま見て、でなんて素晴らしいんだと思って、その足で、関西外国語大学の競技ダンス部に入部しました。でその時に出会ったのが前田正弘さんです。でどんどん社交ダンスにハマっていって、大学卒業してすぐにプロダンサーに転向して、今に至ります。社交ダンスの素晴らしさは華やかだけではなくって姿勢も良くなるし、アンチエイジングにも効果的で、なんと認知症にもとっても効果的なんです。で、社交ダンスなんですけれども、全部で10種目あります。で、その10種目を大きく2つに、分けまして、スタンダードというダンスのタイプと、ラテンアメリカンというダンスのタイプにの、2種類に分かれます。で、スタンダードには、ワルツ、タンゴ、スローフォックストロット、クイックステップ、ベニーズワルツとの5種目。になっておりまして、ラテンアメリカンにはチャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブの5種目になっております。で、スタンダードというダンスは燕尾服、男性は燕尾服を着て、女性はお姫様のような長いキラキラとしたロングドレスを着て、踊ります。で、ラテンアメリカンのダンスなんですけれども、男性も女性もちょっとワイルドな、刺激の強いって言っていいのかあれですけれども、そのワイルドな衣装を着て、踊るダンスになっております。で、先ほど、サンバを、ラテンアメリカンのサンバを踊らせていただきましたけれども、皆さんご存知の通り、ブラジルのね、リズムとなっております。で、ブラジルのそのリオのカーニバルのようなダンスなんですけれども、それを2人で、ペアとなってまたちょっと踊れるようにちょっと発展したダンスとなっております。で、続きまして、踊りますのが、ルンバとスローフォックストロットのダンスになります。で、これは、先ほど言ったスタンダードとラテンアメリカの両方ちょっと2種目ちょっと僕たち、混ぜてメドレーとして、踊らせていただきたいと思います。この、2種目なんですけれども、両方ともちょっとしっとりとした雰囲気のあるちょっとムーディーな感じのダンスとなっております。そちらもぜひ、楽しんでいただけたらなと思いますので、ぜひご覧ください。ご覧ください。